はい、皆さんおはようございます。ラッカーやつらのラッカー前作らない職人翔人でございます。みんなの掲示板111第111回です。ゾロ目ですね。なんかゾロ目ってなんやろ、ちょっと嬉しい感じするのなんやろね。しかも1やし、前回はねちょっと僕のミスでねご紹介できなかった人たちがいて申し訳なかったです。ちょっと気をつけなあかんなと思いました。しっかり確認を、しっかりやる前とやった後確認せなあかんなと。申し訳ございません。今回もねたくさんいただきました。ちょっと口内炎がね痛いことと、あとたくさん今日もいただいたのでちょっと説明がねまた短めになってしまいますけども、よろしくお願いします。はい、このみんなの掲示板はですね、別に審査とかそんなんが一切なく、単純にみんなにこう公開してもいいよって言ってくださる方から作品とか文章とかね写真とかを、募って、それを1週間に1回締め切り日を設けてこないたい締め切り日を設けて、その1週間で来た分を土曜日に公開するという企画です。ですので僕が読み上げてるだけで皆さんの投稿だけで成り立ってる企画ですので、皆様へのリスペクトを込めていいねボタンを押してくださったらありがたいです。もちろん初投稿の方もねお待ちしておりますので、よければどんどん概要欄にねリンクが貼っておりますので投稿してください。はい、それでは早速やっていきましょうか。第1投稿目の方からやっていきましょう。第1投稿目の方はこちらの方です。じゃじゃん、長さんからの投稿です。こんばんは。塗りのテクスチャに工夫するようにしてます。テクスチャっていうのは質感のことですかね。なるほど、デジタルってのっぺり確かに回避したいですよね。で、長さんね、インスタじゃないわ、ツイッターか、ツイッターのアカウントを作られたようで、なかなかフォロワー増えんとちょっと悲しいみたいな感じなんで、ぜひぜひ概要欄に長さん吉祥雲ってお読みするんですかね、リンク貼っておきますので、よければそちらから見てフォローとかいいねとかしてあげてください。配信楽しみありがとうございます。では作品見てみましょう。おー、でもそうそう、僕前回言ったんでしたっけ、長さんのなんか塗りが変わってきたなって言ったと思うんですけど、そういうことやったんや。やっぱりちょっと工夫されてたんですね。素晴らしいです。またこちらもねワック作ってちょっとデザイン風にしてあるのがいいですよね。はい、素敵ですね。僕ちょっとねデジタルの技法はわかんないですけど、髪の毛のとことかも違いますよね、テクスチャーがね。すごい、こんな素晴らしい制作のね過程とかも見えるかもしれませんので、よければ吉祥雲さんのアカウントフォローしてくださいね。まだ投稿待ちしております。桃田さんからの投稿です。桃よー、よーけ来たわ今週も。で、メールアドレスも送ってくださってたと思うんですけど、大丈夫です。はい、これ大丈夫って聞いてきた作品すごく素敵やだと思うので投稿してくださいね。全然大丈夫なので翔鎮さんいつ起きてるんですか。起きてる時に起きてます。はい、リズムがない男なんで。数年前にお空にいたトイちゃんのイメージで描きました。困ったやつだな私、ほんまに困ったやつはもう山ほどメール送ってくるからもうでは作品行ってみましょう。かわいい鼻の上にほらちょこんと猫ちゃん乗っておりますよ。なんかでもね透明水彩これ使ってらっしゃるんですよね。塗り方がねすごい、この雲の影とかもいいで、これこのね影すごい好きや。猫ちゃんの塗り方もね輪郭だけちょっと白く残したりしてね、やっぱなんか漫画やられてた方の塗り方やなと思って、前回よりもより思い切って絵の具使えてる気がしてね、すごい素敵だと思いますよ。そっか、ついちゃんもね喜んでると思うわ、これ書いてもらって。絵の具も使ってくれてありがとうございます。また投稿お待ちしております。うささんからの投稿です。わ、美大なんやお友達、外国の建物写真を送ってくれました。どこの国なのか忘れたね、しょうちんさん教えていただけたら幸いです。見てみましょう。じゃじゃん、あー有名なとこや、こフィレンツェの大聖堂ですよね、イタリアですよね。なんか要はイタリアの観光パンフレットとかにね載ってる結構有名な寺院ですよね。すごい、美大出てやっぱあれか、美の本場イタリアへ行って学んではったんかな、お友達素晴らしい。僕も行ってみたいけどな。なんか旅先からかな、写真送ってくださるってね、めちゃめちゃいいお友達ですよね。お友達大事にしてくださいね。まだ投稿待しております。フライボーソルさんからの投稿です。毎度です。画風を変えてこんなの書いてみました。私にはどんな画風が合ってますかね。ちょっと見てみましょうか作品。でもなんかフライボーさんこの木の描き方は前も見たことありますよ。だからちょっとデザイン風な感じも描けてらっしゃるんですよね。まあね、画風どんなんが合うとかはまあね、本人が心地いい画風が一番僕はいいと思うんですけど、でもなんかフライボーソルさんの作風見てると、どれもが明るいトーンがちょっと高めな感じするんですよ。なんか濁った色がないというか、リアルであってもデザインであっても。なのでなんかそういう明るい色を活かすような作風がいいんじゃないかなと僕は
勝手ながら思いましたね。この反射してるのもまたいいですよね。この横線の、入ってるところに反射してるのがまた素晴らしい。まだ、あ、とごましております。キアポンさんからの投稿です。上目をしている猫、鉛筆画を描いてくださいました。はいはい、お願い、何でしょうか。色鉛筆で挑戦しますが、水滴を描くのですが、うまくいきません。お手本見せていただけないでしょうか。あー、水滴ね、なるほど。色鉛筆でですか、それは。わかりました。ちょっとまたやってみましょうか。はい、じゃあ作品見てみましょう。あ、かわいい。めっちゃかわいい。なんかあの上に、あれやね、獲物を見つけた時の顔ですね、これ。チーピもこの顔するわ。何がおるんっていつも言ってるんですけどね。結構こういう角度でね、動物とか人描くの難しいんですけど、しっかりあの目鼻、口のね、位置変わるんですけど、こう上向いたり下向いたりすると。それをしっかりあの捉えられてて、デッサンがね、素晴らしいと思いました。あと黒い色なんですけどね、この鉛筆のタッチを加えるのが、毛並みに沿ってやられてるので、ふわふわした感じも出されてますしね。素晴らしい。なんせ可愛いですね。わかりました。あの水滴のね、描き方、ちょっとショート動画になるかもしれませんけど、やってみましょうか。ありがとうございます。なんとごましております。みちゃんさんからの投稿です。あ、前のお友達じゃない、もう一人の大事な友達。あ、もうプレゼントした絵なんですね、これ。あー、もう一人の友達ともこう、一緒に遊ぶ仲なんや。何気ない言葉が嬉しくて泣いてしまいました。どんどん涙腺が脆くなります。あー、アメリカで寮生活したお仲間なんですね。17歳から。でも僕も思いますけどね、やっぱ、なんやろ、人生においていろんな大切なもんってありますけど、やっぱこう、お金で買ったり、あとすぐにこう、手に入れられないもんってめちゃめちゃ大事だと思うんですよ。友達の関係でもそうですよね。この17歳時からのこの思い出もいろんな引きこもごもも、経験してきたこの長い年月ってすぐに手に入らないですからね。こういうことこそ大事にしたいですよね。では、作品見てみましょう。わー、あ、だからこれあれか。アメリカで寮を暮らししてたお友達を描いたやつなのかな。なんかあのほら、人物一人一人がね、顔がしっかり描かれてるんだけど、可愛らしいですね。なんかにこやかで、これだけでなんかこのね、皆さんが仲いいのが伝わってくる。あとね、僕個人的に思ったのがね、この後ろの緑がすごい好きなんやな。この色、ちょっと黄色をね、下地にして上に塗られてる色かな。この色好きなんですよ、僕。赤い服着てるからね、お友達が。対比になってまたそれもいいですよね。いや、大事にしてくれてるでしょうね、この絵。まだ投稿待ちしております。ヨッピー0013からの投稿です。迎春保管計画。子供の頃デザイン的には蛇をデコルト撮影できるのではと思ってました。確かに。なるほど。もう年賀状のね、話なんですね。早いなぁ。そうそう、ハガキも値段、というか送料が変わりますからね。めちゃめちゃ。まあでもね、僕、郵便はちょっと安すぎると思ってたから、ちょっとかわいそうですしね、民営化して。まあ妥当なんかなと僕は思ってますけどね。本当に出したい人でどこまでかなと考える機会もらって思うようにしてます。なるほど。せっかくの値上げでバッサリ言っても理解やすそうかな。では作品見てみましょう。おー、かわいい。ああ、なるほど、なるほど。ということは、蛇とこのタツは一緒なんですね。カパッとね、これ上と下の装備をこう脱ぐと蛇になるという。なるほど。もともと竜ってね、胴体が蛇みたいやって言われてたんでしたっけ。いろんな動物を寄せ集めた、想像上のね、動物やと言われてますけど。こうなんかちょっと何気にシュ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 ッと入ったこのタッチが面白いですね。これペンで描かれてると思うんですけど。なんか全体の雰囲気がね、またね、良さげに見えますよね。まだ投稿待ちしております。カヤックさんからの投稿です。カヤックさんで覆ってるんですかね、ほんで。いつもちょっと心配になるんですけど。間違ってたらすいません。ね、夏バテ気味僕もですよ。暑いほんまに。あ、人物画も描かれるんや。すごい。腕の長さや手の大きさがアンバランスで失敗することがあるのですが、今回うまく描けたかなと思います。確かにね、人体はプロポーション命ですからね。頭でね、この頭何個分とかね、分かってても、こう肘と肩とね、ほとんど同じ長さやとかね、分かっててもね、なかなか難しい。そんなカヤックさんがうまく描けたと、おっしゃる作品です。おー、すごい。確かにお上手や。プロポーションバッチリ。ちょっとしたね、この肘のこの内側のへこみとかもね、よく見てらっしゃいますよね。こういうとこが大事なんですよ。形とかも大事ですけどね、ちょっとしたこのね、変化というか、素晴らしい。あとほら、この椅子にさ、腰掛けてらっしゃるんですけどね。その上にふわっとこう、硬い、木の上にふわっとワンピースがあって、そこをギュッとこう、ワンピースの上から硬い木を押さえてる手がしっかり描かれてるの分かりますか？こういうとこもしっかり観察されてるなって。どうしてもね、人物とか描くと顔ばっかり集中してね、こう手とかがね、なおざりになってる人結構いるんですけど、手って大事ですからね。口ほどになんか物を言うみたいな。
ところもありますから、こういうとこしっかりかけるの素晴らしいです。赤いワンピースがまたいいっすね。この後ろのこのね、あの青い背景に。素晴らしい。顔もしっかりかけてるし。なんか、かやくさんいろいろ描かれてるなって思ってね、生物画も描くし、風景も描くし、人物も描くし、素晴らしいですよね。まあ、楽しみにしてますね。まあ、とこましております。山田さんからの投稿です。今回ね、YouTube の動画のね、リンクを貼って、くださいました。でね、使用した楽曲が著作権的にダメなので、皆さん個人個人に見てくださいねということでリンク貼っていただいてるんですけど、これ見ましたよ、僕。ありがとうございます。いやー嬉しかった。なんか僕の好きな歌とね、しかも山谷さんの YouTube のリンク概要欄に貼っておりますので、そちらから見てみてください。ぜひここからしか見れないですよね。このリンクからしか見れないやつですからね。判断いただければと思います。もうそれはそんなん掲載するよ、もちろん。そう、僕がね、かぐや姫だった小珍さんのワイプ画像からイラスト風に描いてみてくださったと。いやーありがとうございます。似せなかった、すいません。めちゃめちゃ似てました。顔がね、良かった。まあ、動画見てもらうとして、画像、作品画像を見ていただきましょう。すげえ。ええ顔してるなー。これあれやん、もう、なんかようあるやん、フォーク時代をさ、青春過ごしてきたおっさんたちが夜な夜なさ、フォークバーみたいなとこに集ってさ、自分のアコギ持ってきてさ、熱唱してる時の顔やん。いやでもよう特徴捉えてくれてますね、僕のね。素晴らしい。今回ね、山谷さんにしてはね、珍しくっていうか、ペン主体でね、ちょっとイラストっぽく描いてくださってるんですよ。山谷さんいつもなんかリアルタッチじゃないですか。そういうところね、違いとかも動画の方で、制作過程が見れますので、よければね、概要欄から見てみてください。素晴らしい。ありがとうございます。これもね、大切にね、保管させてもらいます。嬉しい。結構ね、あれからで上手くなったんですよ。かぐや姫。ありがとうございました。また投稿しております。テンクロックさんからの投稿です。おはようございます。お久しぶりですね。あ、復活おめでとうございます。ありがとうございます。もう皆様とゆきな様のおかげで。本当に。みんなの掲示板が長く続くことを願って、国民的長寿アニメ風に小珍さんのファンと書いて、ライブ 2D で動かしてみました。え？何なんでしょうね。ちょっと見てみましょうか。あ、お体大切にありがとうございます。そちらこそも大切にしてくださいね。ではではちょっと動画見てみましょう。ちょっと怖いけど。わかったぞ、もうこの時点で。いきますよ。スタート。おー、すげえ。めっちゃくねくねした。いや、じゃあ動き完コピやん。いや、顔までしかもなんかリスペクトになってるし。すげえ。うわー。うわぁ、嬉しい、ありがとうございます。すごい。しかもなんか僕の動画のね、一番最後に流れるやつも使ってくださって。いやぁ、ありがとうございます。よう音源見つけましたね、僕のあの最後の。いや、ちょっと待って、なんかいろいろ突っ込みどころあるっていうか、この顔がまずさ、ね、んざえさんの顔になってる。しかも僕の顔になってるのがね、すごいし、この、ねえ、もう親の顔より見たこのサザエさんのこの昔ながらのこのね、今もそうなんかな、このパッパってなっててさ、懐かしいと同時になんかすごいそれに僕が出てるって。すげえ。これめっちゃ笑けねんけど。 S って書いてある。いや、ありがとうございます、テンクロックさん。嬉しい。これも大事にね、保管させてもらいます。もう嬉しいな。なんかで使わせていただきたいね、これね、ほんまに。いや、こんなことできねえな。すごいよな、マジで。そう、テンクロックさん、だからこういう技術を活かしてね、ちょっとね、これからまたね、オペレーションにともね、いろいろやっていただこうかなと思ってますのでね、よろしければ、これからもよろしくお願いしますね。ありがとうございます。また、特待しております。関東さんからの投稿です。おはようございます。今回ね、図鑑風にキノコを描きましたと。右下のキノコは美味しいかと思います。では、作品見てみましょう。あー、すがす。なるほど。すげえ。これ、他のキノコは食べちゃいかんやつですね。多分。色がもうダメやもんね。ナヨタケってどうなんやろ？食べれるんかな？そして、キノコの山。これとか面白いですね。僕はキノコの山派なんですよ。タケノコにちょっと押されてる感じがあるじゃないですか。納得いかないですよね。僕はキノコなんですよ。チョコレートが多いじゃないですか、キノコの方が。すごい。でもめちゃめちゃリアルね。ボタニカルアートっていうジャンルがあって、これはほんまに図鑑に載るぐらい、しっかり丁寧に描くのがね、特徴なんですけどね。ほんまにもう質感とかすごいね。触ったらあかんねんけど、これ。触れそうなぐらいね、すごい質感。で、これね。素晴らしい。遊び心もまたあって素敵ですよね。
まだとこましております。萩原さんからの投稿です。おはようございます。おお、素晴らしいスケッチにね、今回も行かれて、野外スケッチは格別な気分になります。ほんとそうですよね。ほんまにね、もう野外スケッチを推奨してます。僕は暑い時はやめてほしいんですけど、涼しい時にはね。京都南部の大地から見た奈良山、市議生駒さん、桂木さん、おお、すごい。南まで行かれたっていうことなんですかね。あ、貴族の屋敷跡だとしました。あー、やっぱええとこ住んでたんや、昔から。へえ。では、作品見てみましょう。おお、すごいっすね。このなんか、作品サイズにしたら多分、紙の目からするに、そんなに大きなね、サイズじゃないじゃないですか。まあ、野外スケッチでもありますし。でもこのね、横の広がり感じのは何なんでしょうね。やっぱりこう、山の描き方とかがお上手やからかな。ほとんど何も書いてないんですよ、このペンでは。ね。ちょこちょこっとこう、印してあるぐらいでね。何回も言うけど、こう、絵の具のこの、塗り方がやっぱお上手なんやな。あとこの緑のね、色が美しい。さーっとこうね、黄色み多めの緑で塗っといて、ちょんちょんちょんとこうね。草とか表す点描を加えて、こういう塗りのなんかバリエーションが多いっていうのもね、あの影山さんの特徴やなと思ってます。素晴らしい。いや、奈良来たいな。奈良周辺住みたいんですよね、僕。なんか田舎の良さもあり、ちょっとね、電車乗ったら都会にも出れるっていう、結構利便性高いとこやと思うんですよ、僕、奈良って。ありがとうございます。なとこましております。シーパラモチャンネルさんからのとこです。ありがとうございます。副社長さん、ありがとうございます。副社長らしいこと何もしてませんけどね。あ、まだ嫌いな紙消費する。まだ残ってるんですね。で、今回はね、変顔を描いてみましたと。首筋の描き方わからなくて失敗しております。楽しかったので投稿します。首筋ね、難しいね。で、シーポラボチャンネルさんもね、ツイッターやっておられるので、絵とかもね、あと可愛らしいワンちゃんも見れますので、よければ概要欄にそれも貼っておきますので、お越しください。絵を描かれてる方と交流したい。そうですね、なんかワンチャンアカウントってイメージがありますからね、まだ。絵描かれる方との交流がしたいということで、ぜひぜひ、芸術をご興味のある方はね、見てみてください。では作品見てみましょう。すごい迫力あるなぁ。え、旦那さん、なんですか、その変顔をしてって言ったらやってくれるんですか、こうやって。らしいですね。すごい。でもやっぱり旦那さんの顔やな、ちゃんと。あ、なるほど、この表情を作るためにこうグッてやってるから首筋があらわになってるのか。なるほど。でも首筋に見えますけどね。うん、薄い肌に見えてね、ちゃんと的確に影が入ってんのがね。じゃあアップすると面白いな。素晴らしい。濡れてる間に入れてるから、こう優しくね、肌の質感出てますしね。まだでも嫌いな髪消費できてないですかね。まあね、嫌いな髪はしゃあないな。頑張って使うしかないな。まだ投稿しております。ケモクイさんからの投稿です。おはようございます。森林火災の画像、森林火災起こってたんですか。それに影響を受けて念にしてくださいました。暑い中、暑い絵を描いてさらに暑くなってしまいました。行ってみましょう。おー、綺麗でも。あ、綺麗って言っちゃった、あれやけど。うわー、でもね、僕、炎好きなんですよ。なんか、見てるのね。なんか縁起悪いもんでもありますけど、この、やっぱり神聖なもんでもあるじゃないですか。宗教になってるぐらい。炎をね、建て祭る宗教もあるぐらい、神聖なもんでもありますからね。色が好きやな、こう紫とこの赤の対比がいいですよね。奥田元宋とか僕大好きなんですけどね。そんなイメージがね、あるな。すごい。でも、確かにこれを、この暑さで描いてると暑くなりそうじゃないですよね。これ燃えてるこの木なのかな。こういうとこに入った青とかもね。なんでこういうとこに青入れるんやろうって、僕、色音痴の僕からするとね、すごいなって思うんですけど。ね、これが効いてますよね、やっぱね。ネオンも暑い日が続きますけどね。涼しげな絵を描ける季節になってほしいですよね。まだ投稿しております。さかなさんからの投稿です。あ、いつも楽しい配信ありがとうございます。もうそんな言っていただいて。頑張っていきますね。あ、デッサンスクールの作品展、通われてるとこか。すごい。で、そこで出品されてる、色鉛筆画を2点送ってくださいました。見た人が少しでもハッピーを感じてくれたらいいな、という絵です。見てみましょう。じゃじゃん。ハッピー!ハッピーですよ、これは。わー、でも上手やな。皆さんこれどうですか?パッと見た時に青い絵やと思うじゃないですか。でもね、これ今僕気づいたよ。青もやけどね、なんかところどころ緑みたいなのも入ってんのね。なんでなんやろ、これ。これまたなんかええな。キラキラ光ってる感じが。黄色を重ねてるか緑になってんのか。なるほど。ちゃんと色工夫されてるんですよね、こういうとこね。すごい。で、やっぱね、顔のね、比率がやっぱ美しいですね、この目鼻口の。完璧な比率になってる。どこで展示されてるの見に行きたいもんですよね。そういう情報を載せてくださっていいんですよ、どこでやってるとか。はい、もう一枚です。
あーこっちもいい。いやーハッピーになりますね。なんかね、天使やねんな。天使やけど、なんかあのモデルは実在のね女の子みたいなね、純粋な感じがしますよね。これ色付けがまた優しくていいですよね。綺麗。色鉛筆ってやっぱ独特なとこあるな。なんか優しさっていうか、この髪の目になんかこうモコモコ乗っていく感じがねいいじゃないですか。素敵、ありがとうございます。あのギャラリーね、あの盛況やといいですね。まだ投稿しております。カラゲマさんからの投稿です。あ、よかった、手足口病治ってお疲れ様でした。本当にね、心細かったやろう。日本で家族と離れ離れになってましたからね。いやー手使えないね、絶対そうだと思うわ。ありがたいですよね、ほんま。だから普通にね暮らせるっていうのが。今回はね、隠れクマ、クマの実をね、リアルブラッシュで描いてくださいました。岩彩とリアル、あ、岩彩とリアルブラッシュか。海の部分は岩彩なんや。ではでは作品行ってみましょう。ねえ、これ僕はX の方で先に拝見させていただいたんですけどね。これ綺麗や。これそうか。海のとこ岩彩なんか。透明水彩みたいですよね。すごい綺麗な色。僕好きな色や、このエメラルドグリーン、コバルトグリーンみたいな。で、そこにね、このね、涼しげな。モチーフに隠れ熊の実、可愛らしい。ファインディングニモでね、一躍有名になった熱帯魚ですけどね。このイソギンチャクのこのちょっと先っちょがさ、ピンクなんもいいですね。いやでも絵描けるぐらいね、治ってよかったですよ、ほんまに。健康が一番ですね、ほんま。まあ、とこましております。はい、ヌーさんダッシュからの投稿です。ヌーさんからの投稿です。ドクダミふりかけカレー粉と米粉で作った粉だらけやないか、お前は。じゃん、うわぁ。納豆とカレーってどうなん？それはまあええか。この、これよ。なあ。クロックマダム焦げたと。何クロックマダムって。時計夫人。あ、でもこの焦げはありよ。僕焦げ好きなんですよね。うん。これは香ばしいんじゃないか？これは美味しそう、美味しそう。あ、すいません。なんか乗ってるぞ、これ。これ。何でもかけるやん。ぬるい中華。お好み焼きでも粉かけへんで。青海苔。うわぁ。中華麺をほんで冷やせ、氷水で。マスカットもらった、五条に献上。よう。五条に献上、よう。あ、マスカットもらうことなんかあんねや、ヌーさん。ええな。全然興味なさげやんか、五条。エミナ届いた。何エミナって。何これ。万能粉石鹸。なんかやばそうやな、これ。大丈夫？し、エミナ。五条がこれやべえぜって言ってるって。なんなの、この怪しい石鹸。おにぎりご飯、厚底焼酎、そら。あ、五条バーガー。何これ。五条バーガーの圧すげえ。おにぎりご飯って何やねん、ほんで。肉まん。あ、サザエさん、さっきのやつやないか。天狗六さんと打ち合わせしたな。さっきのやつやないか、お前。これブリトー、リンゴ、アップルパイ、脳みそ、メロンパイ。ブリトーって何？これがブリトー？知らんわ。意味が分からへん。リンゴアップルパイって、リンゴアップルパイちゃうやん、これ。T シャツやん。メロンパン亀仙人の甲羅、ご飯猫。あー、この間出てたやつか、メロンパン亀仙人って。食べられとるやん。メロンパン亀仙人死んでるやん。絶対メロンパン亀仙人殺されてるやん。はい、ときぬさん、ありがとうございました。まだ投稿待ちしております。M子の旦那さんからの投稿です。おはようございます。この間すいませんでした、本当に。あ、風景が確かに久々かもしれませんね。葉っぱは確かに難しいですね。どうなんでしょうね。アドバイス。いやー難しい。旧日本海軍施設跡。ラピュタを彷彿させる有名ポイント。なるほど。では作品見てみましょう。おー。あーでも綺麗。でもこの旦那さん的に何が気に入らないんですかね。めちゃめちゃ僕はいいと思うんですけどね。この、緑にもほらいろんな階調があって、光受けてるとこはこのようにね、あの黄緑っぽくなるし、影のとこは深緑っぽくなるんですけど、確かにね、それらをどこまで、再現するかっていうのもありますよね。もうそれやったらいっぺんに同じような色で済ましてしまった方がいいのかっても思いますしね。いやーでもそれね、僕も悩んでることやからアドバイスし、難しいな。なんかね、いつもね、うまくいったりうまくいかなかったりなんで、一緒に悩んでいきましょう、これからも。いやでもこの奥のね、トンネルが続いてるんや。ね、奥の方に光があるのもね、すごい奥行きが感じて素晴らしいですね。ね、絵ってこう、ほら、平面に描いてるじゃないですか。でもちゃんとこの右のトンネルは手前にあって、奥の左のトンネルは奥にある感じが出てるでしょ。こういうとこやっぱテクニックですよね。パースもしっかり整ってますよね。まだ投稿待ちしております。ビドロさんからの投稿です。おはようございます。あ、そうなんや。そう、この間ね、真央ちゃん描いて送ってくださったんですけど、
お夏さんありきの絵じゃなかったのあれって。僕もともとあの二人を描いて、一歩ずつ公開して、最後にバーンみたいな感じで、わあ、さすがコンセプトアーティストやなと思ってたんですけど。後で描いたんや。なるほど、不安とまた楽しかった日々を思い出すという、なんかそれも対比になってるんですね。素晴らしい。思いは正反対。では作品見てみましょう。おー、すごいよな。めっちゃ繋がってるよね。デジタル画のその、なんていうの？技術もすごい上がってきてて、すごい、なんちゅうんかな。成長が目覚ましすぎて、ちょっと怖くなるレベルですよね。で、ビードロさんってまだ去年でしたっけ？デジタルが始めたの。すごくないですか？あ、ほんまやね。ちょっとニコッとしてますね、お夏さんは。で、こっちちょっと不安に思ってると。へぇー。いやー、すごい。これ傑作ですよね。もうポスターになりますよ、このまんま。ほんまにこれ傑作やと思う。新しいよね、お夏さんね。ちょっと色入ってんのもさ、このちょっと墨絵風の、感じを邪魔しない程度にね、入っててね。やっぱリアル画も学ばれてるからこその、このやっぱ、技術なんかなって。イラスト描かれる方もね、リアルなデッサンもした方がいいと思いますよ、僕は。まあ、どっちにも言えることかもしれません。逆も言えることかもしれませんけど、やっぱいろんなこう技術をね、ミックスして出来上がるもんやと思うので、個性って。ビドさんみたいにね、いろんなこと幅広くやってるの素晴らしいと思うわ。ありがとうございます。監督もめちゃめちゃお気に入りでしたね、これね。ありがとうございます。レモングラス07さんからのとこです。あ、レモングラスがローマ字になった。なんか気分によって変えてんのかな、カタカナとローマ字とな。何笑うとんねん、おはようございます。あ、逆になった。おはようございます。何笑うとんねん。はい、おはぐろべったいとさなぎを書いてみました。そう、レモングラスさんはね、こう見えても公式ファンアートデザイナーですからね。こう見えてもってどういうことやねんって話だけど。歯磨きをするおはぐろべったり。おはぐろの効果は分かっていますわら。意味が分からん。どういうこと？よろしくお願いします。はい、見てみましょう。じゃん。ああ、そうかそうか。おはぐろは汚れてるんじゃないよって僕が突っ込むと思って先手打ったんやな。ちゃんと既婚者がやるっていうことまで分かってたかな？レモングラスさん。錆びた釘で色出すのよ。壺に。そこまでしてたか？うさなぎも可愛いね。まあ、発想がすごいよな。こんなん書こうと思う？なんかね、まだね、オペレーション2がね、出始めたばっかりの時やったかな。レモングラスさんが監督にさ、おはぐろ歯磨きってのはどう？みたいな感じでさ、オペオリのグッズの提案をしてきてね。で、監督もなんかそれに応じて企業になんか連絡したんでしょ？違ったっけ？こんなんやりたいんですけど、みたいな。ほんまおもろいわ。また投稿しております。ワイポンさんからの投稿です。はい、トミコクリアさんです。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。意味は、僕がトミコの何やねんって話ですけどね。うわ、ある種細め。なんて素敵な髪持ってるんですか？なんでなんで？しかも、ウィンザー&ニュートンプロフェッショナル。ええ画材で描いてまんなぁ。綺麗なものって心を潤してくれるものですね。ほんまそうだよね。では作品見てみましょう。いやー素敵や。まあ、ちなみに僕はもうさっきにね、拝見してね、わーもうこれはすごいなって一瞬で分かった絵なんですけどね。まあ、トミコさんね、知らない方は調べてみてください。トミコクリアさん。最近ね、ほんとね、テレビ番組も出て、映画も出てね、目覚ましい活躍されてる女優さんなんで。ちなみに僕共演したことあるんですけどね。すごい綺麗な人でした。綺麗、僕が初めて会った時はね、可愛い感じだったんですよ、まだ。なんか、綺麗なんやけども、なんかこう、あどけない可愛さみたいな。天使みたいなね。でも最近ね、ちょっとね、大人っぽさが出てきてると思って、ほんまに。ほんまに綺麗な人になってきてますよね。いやー、でも特徴を捉えてんなー。すごい。ほんまに。デッサンがまずうまい。多分やけど、デッサン段階の絵見たことないけど、その時に描かれてるデッサンがね、ほんま素晴らしいんですよ。着彩ももちろんいいんですけど、肌の色もしっかりね、計算されて、いろんな色を入れてますよね。黄色や身がかかってたりさ、ちょっと紫っぽかったり。そう、女の人の肌描くのって怖いんですよ。影の色つけるのがね。僕もしっかりできてるしな。素晴らしい。見応えある絵にもなってる。ありがとうございます。これもね、ご本人見てるかな。喜ぶと思うわ。では、投稿回しております。パルゴンさんからの投稿です。あ、今度立体ですか？身の回りにあるものを使ってできるのはめちゃめちゃ幸せです。なるほど。再利用っていう形で、環境にもいいですよね。100均の紙粘土をね、使ってね。なんかいろんなことされてるよ。ニス塗ったり、半紙使ったり。フレームももちろん100均。なるほど。100均はね、ほんま救世主ですよね。ものづくりする人にとってはね。最近ハンドメイドコーナーもね、増えてきてますからね。では、作品見てみましょう。おー。いくつになっても今から、立つもよし、座るもよし、決めるのは自分。へえ、すごい。すべてのことにおかげさま。
このだからあれか、半紙をニスでコーティングデコパージュみたいなことなのかな。面白い。でこのチューブ絵の具とかはすごいちゃんとクリンと巻いてあるとこまで再現してある。仮面の色つけてんねや。へえ、この後ろのこのね浅い糸もいいですよね。いやーなんか素朴でなんか温かみがあるナパルゴンさんの作品はね、全部なんか心がねほっこりするというか、うん、言葉もそうですしね、字がほんでまたいいんですよ。なんか丸っこくてね可愛らしくて、まあ、ほっとしますよね。いろんなね面を見せてくれてね、楽しみにしてます。いつもありがとうございます。まだ投稿待ちしております。ゆずみんさんからの投稿です。全宇宙の皆さんまで加わってきた。これもう最後やな、これな。全宇宙まで行ったら宇宙人まで見てんの、つららん。もう少し頑張りましょう、ほんとね。秋の気配が全然来ないな。あ、がっつりチーピちゃんを描かせていただきました。ありがとうございます。ええー、嬉しい。水彩色鉛筆とハルモニアで描いてくださったんですね。掲示板もね、楽しみにしてくださってるみたいでね。ありがとうございます。投稿もね、しやすくなってよかったです。では、作品行ってみましょう。かわいい。いや、ありがとうございます。チーピちゃん、あんたちょっと可愛く描いてもらいすぎちゃうか。これどうやんの。あるある。でもこうたまにね、ほんまうちのチーピ可愛いんですよ。たまにその時の顔や。いやーありがとう。よう分かるな。でも飼い主にしか分からん表情かなと思ったけど、皆さんよう分かってくれてるわ。いやー綺麗ですね。ほんで彩色もね、後ろがこれハルモニアかな、分離がねまたいいんですよ。優しい色調になってますね、この。いやーありがとうございます。いろんな描き方できますね、いずみんさんも。キャラも描けるし、こう立体もね、ありたいというか、実物っぽい、リアルタッチも描けるし、素晴らしいじゃないですか。ありがとうございます。これも大切に保存させてもらいますね。チーピーも喜んでると思います。ありがとうございます。ただ投稿待ちしております。木村由紀さんからの投稿です。あ、人物画の描き方、練習しました。ありがとうございます。見てくださって。あー、この花咲くや姫。そうなんや。富士山のふもとの神社で祀られてんねや。家族に捨ててもいいんじゃないかとか、王とチラ見されるだけなので。承知の意見が聞きたいです。ありがとうございます。まあでもね、そんなもんですよ。身内ほどね、冷たいもんってないよ。僕も経験済みです、それは。ほんま身内はね、冷たい。周りの人の方がよっぽどね、僕のことを思ってくれてる。はい、じゃあ作品行ってみましょう。おー、すごい！可愛らしい。この花の咲く闇で言ったね、日本書紀に出てくる、まあ、架空じゃないけどね。誰も見たことない人ですから、想像を頼りに書かれるんでしょうけどね。すごい、こんな人やったらね、綺麗で男の人いっぱい寄ってくるやろな。確かに肌の色ね、研究されてるの分かります。影のつけ方とか、僕が言ったこのね、ここの影ね、ここ一番大事よって言ったんですけど、それも分かってくださってるし、他の色もね、黄色とかこのね、ちょっとブルーっぽいとこも感じたり、このほっぺとかね、しっかり立体、この目のくぼみとか意識して塗られてますしね。水彩絵の具ですからね、にじみとか塗ったこう水のね、シミみたいなとこがすごい綺麗なんですけど、こういうとこもね、水たっぷり使って塗られてますしね。花も綺麗じゃないですか、これ。あとちょっとこう振り向いた一瞬のイメージがありますよね、このモデルさんのポーズが。これもいいしね。もう家族にね、そんなそっけなくされてもね、落ち込まずにそんなもんですから、楽しく描いてってくださいね、これからも。まだ投稿お待ちしております。あ、そういえば僕メガネ違うやつかけてたな。これプライベート用やったわ。こっちやんね。また悪徳不動産や言われるからちょっとかけ直しとくわ。後半になってるけど動画も。こっちやこっちや。はい。まあ、あんま変わらんやろ今日な。ちっちゃいワイプでは。ワクさんからの投稿です。一週間お疲れ様でした。あ、ワクさんもいろいろ忙しかったんですね。お孫さんを描かれたりね、力をもらっていると。なるほど。夏バテの皆さんにもパワーを分けてもらえたらいいなということで作品送ってくださいました。見てみましょう。うわぁ、すごー。めっちゃリアルじゃない。これ水彩なのかな、アクリルなのかな。うわぁ、うまぁ。ちょっとびっくりしてしまいますね。確かにこの、ぬっとね、歩き出さんばかりにこう、掘り出したこの手がね、力強い。いやでもね、やっぱ普通に絵がね、お上手っていうかね、立体の付け方やとか、あと目線のやり方、生きてるようですもんね、目なんか。すごいお上手ですよ。ね、愛するお孫さんをね、こんな風に描けるってめちゃめちゃ幸せであり、いいことですよね。これも宝物ですよ、孫さんからしたら。ね、元気出ますね、確かにね。ほんま赤ちゃんはね、元気やからね。僕たちも負けないようにね、元気出していかんと。ありがとうございます。あとお待ちしております。
カズさんからの投稿です。おはようございます。あら、何かあったんですか、カズさん。大丈夫ですか？集中力は持続しません。いやー、でもね、暑さもありますからね、普通にね。カズさんもね、お大事にしてくださいね。カズさんね、植物をドライフラワーにしたりして、ね、楽しまれてるんですけどね。2ヶ月もかかるんですか？ひまわりをね、描いてくださいました。初めてのペン、あ、そっか。ペンだけで描いたんでなかったっけ？作品見てみましょう。おー、すごい。ドライフラワーになると、ほら、こう、縮んでカリカリになるじゃないですか。そのカリカリ具合がね、すごい出てますよね。うわぁ、細か。点とかこの、ぐじゅぐじゅ線で描かれてんね、葉っぱのとことか。うわぁ、すごい。いやでも、カズさんでも丁寧なお仕事されますからね。前から思ったことですけど。水彩画でもすごい丁寧なお仕事されてて。まあ、こういう作品も合ってるんかもしれませんね、カズさんにね。すごい。一色で描かれてんのにさ、すごい内容が豊かですよね。枯れてるのになんか生命力感じるっていうか、なんか燃え上がるほんまゴッホやないけどね、炎のような感じもしますよね。いやー素晴らしいね、ひまわりのようにね、ちょっとね頑張って力出してね生きていきましょうね皆さん。まだ投稿しております。ゆみさんからの投稿です。こんばんは。あら、双子ちゃん風邪やったんですか？よかった治って。でもお母さん大丈夫やったのかな、ご家族は。あーそうか、もう季節ですもんね。彼岸花と人物を描いてくださいました。神頼みしたいです。ほんまこの暑さには皆さんね、なんぼ夏好きな人でも答えてるでしょう。ねえ。では作品行ってみましょう。あー綺麗。ゆみさんね、前僕なんかで言ったと思うんですけど、普段はね、こういう可愛らしいね、女の子いっぱい描かれててね。こちらも素敵なんですよ。風景とかも描かれるんですけどね、そちらも素敵ですけどね。いいですよね。花とこの女の子をあしらうというね。秋やからかな、こうなんかちょっとこう頬杖ついたりなんかして、物憂げな感じにもなってるっていうかね。コンセプトとしても素晴らしいですよね。あと色味がね、やっぱユミさん独特やなと思って、この髪の毛なんかもさ、緑とかちょっと使ってたりしてね、独特ですよね。背景の色も個性的というか、なんかモデルにされてるんですかね、いつもね。デッサンがね、いいなと思って。ありがとうございました。また投稿待ちしております。うだいもんさんからの投稿です。ツランガタンがもう定着してますね。今回ね、三色猫図。あら、ちょうちん様の過去ブログを拝見させていただき、あー僕の前やってたハテナブログですね。いやいや、お恥ずかしい、あんなブログね。そこになんか載せてたんでしたっけ？いや、覚えてないな。ポスターカラーで書いてくださったんですね。あー、つらちゃん。いや、ありがとうございます。つらちゃん。そっか、ハテナブログの時はまだつらちゃん生きてたからね。写真も載せてましたからね。いや、ありがとうございます。ちょうどね、今何日？ 20 日でしょ？9月23日がね、ツララの命日なんですよ。ツララにとっては大事な日っていうか。ありがとうございます。なんかそれでかなと思ってしまうな。なあ、ツラちゃんよかったな、書いてもろって。あんたのおかげやで、ツララーンがあるのはほんまに。ツララがおらんかったらツララーンなかったんやからな、ほんま。って話しかけてしまいたくなるぐらいね。もうツラちゃんすぎて。ありがとうございます、ウザイモンさん。この大事にね、保存させてもらいますね。まあ、技法面で言うとね、ポスターカラーって不透明水彩みたいなもんなんですけど、その厚塗りをね、活かして、このツラちゃんのね、毛の色味の違いとかもね、すごいうまく描かれてて、ね、素晴らしいですね。道具によって、こう、描き方も変えるということもできてらっしゃるから。ありがとうございます、大事にさせてもらいます。まだ投稿しております。ドタンさんからの投稿です。ねえ、なかなかそれ、もう書いちゃダメですよ。こんな暑い日ではね。それでも、紫式部謎解き町巡り。あ、そうかそうか。今、大河でもありますしね。それでかな。イベント参加しました。おー、すごい。絵の素材集め。されてて、あ、楽しかったですね。でもね、よかったですね。胸元に目がいかないおとなしみの素材としました。そんなん、せんでいいんですよ。どんどんカモンですよ、そんなん。はい、では作品見てみましょう。わー、お湯ですね。さすが。ほんまや、胸隠してる。拒否されてるやん。ね、ちょっとにっこり笑った口元。これがまた難しいんですよ。歯を描くっていうのがね。微笑ぐらいやったら皆さん描けるんやけどね。にっこり笑った顔描いてみてください。歯が出てる出てへんでね、絵ってめちゃめちゃ極端にね、難易度上がるんですよ。でもしっかりあの歯も描かれてて、素晴らしい。いつも何をモデルにされてるんですかね。素晴らしいですね、いつもね。どんどん鉛筆画としてもお上手になられてるなっていう感じがします。人物画をしっかりね、学んでおくといろんなもんがね、楽に思えますから。風景でも何でも持ってこいみたいにね、思えますからね。人物をやっておくっていうのはいいことですよね。それぐらい大変な、道というか、難しいんですよ、人物は。素敵な鉛筆画でございました。ありがとうございます。また投稿待ちしております。ゆうぴーさんからの投稿です。
今美容院から投稿してくださったんですか。そう、これちょっとわかるわ。担当の美容師さんが病気で退職されてしまう。ほんでなんかコミュ障やから怖いと。わかるわ。なんか変化を好みませんよね、我々種族はね。わ、めちゃめちゃわかります。よかった、でも雰囲気を下げない人で。3動画を見つつ耐え抜きます。あ、水腕のやつも見てくださってありがとうございます。コスモスと猫をね、今回描いてくださいました。見てみましょう。かわいい。このコスモスのところはマスキングインクで抜かれてるんですね。おー、かわいらしいな。色が綺麗。ほんでバックのね、そう、これマスキングインク使わんとこういうあのピンクの後ろをこう綺麗にあの水のにじみ生かして緑を塗り分けるみたいなことできないですかね。ぼかすっていうか、やっぱね、避けて塗ると筆跡汚くなるんですよ。これはやっぱマスキングインクの利点ですよね。で、猫ちゃん、これも可愛いじゃないですか。顔の真ん中あたりが黒い猫ちゃんなんですけどね、それもあのこの塗った絵の具をね、しっかり水とか生かしてあの濃いとこ薄いとこ作ってるから立体感出てますね。こう手前がちゃんと前に出てる感じもあるし、目がね綺麗、塗り方がツヤッとしてるね、可愛い。ね、早くあの新しい美容院の人と仲良くなってくださいね。まだ投稿しております。ホロヨさんからの投稿です。お疲れ様です。毒ダミをね、ガンサイで描いたやつを送ってくださいました。あ、いつも楽しく動画拝見ありがとうございます。応援してください、もうこれからも。頑張っていきますね。じゃあ、投稿見てみましょう。ちょっと噛んでる。うわー、まだなんかあれですね、絵手紙風なんかなと思いきや、後ろにちょっとスパッタリングみたいなのやってて、なんかちょっとなんかすがすがしい感じですよね。ドクダミって言えばね、なんかこうジメッとしたとこ咲いてるしさ、いっぱい咲いて、みんなから嫌われてるし、臭いしでね。でも僕ドクダミ大好きで、薬効もあるしさ、あと十字架やしね、あの花がすごい清楚な花やのにさ、迫害されてるやん。まあイエス・キリストとかいうぐらいね、誤解されて、そういうとこがね、僕好きなんですけどね。ドクダミのなんか権威を復活してくれるような素晴らしいですね。すごい綺麗。この青が効いてるなぁ、爽やかな感じしますよね。白い花にもね、しっかり立体感ついててね、あのこのしべのとこもすごいですね。よう見てますね、観察されてて素晴らしいね。暑いと皆さんおっしゃいますけどね、ほんまにね、あとちょっとやと思って耐えましょうね。ありがとうございます。まだ投稿しております。マンボースペースさんからの投稿です。こんにちは。申し訳ないのですが、展示のお知らせさせていただく投稿しました。全然もうあの掲示板って、まあその名の通り、皆さんがペタペタもう貼ってってって僕公開してるだけの、まあ企画なんで、もう告知とかも大歓迎ですよ。やっぱ絵好きな方がいっぱい見てくれると思うので、しかも全国各地であの見てくださってると思うので、やっぱね、こうやってあの言った方がいいことはバンバン言った方がいいと思うんですよ。別にお金取ったりしてませんしね、僕。ありがとうございます。大阪のギャラリーされるんですね。動物のテーマにしたアニマルイラスト3という展示。おー、すごい。そこに展示されてるんや。マンボースペースさんは行かないけれども、いろんなね、動物好きの方が出展されたりするので、好きな方ね、ぜひぜひということです。今回は透明水彩を使用した作品も展示します。そのうちのね、7作品をね、投稿してくださいました。ありがとうございます。で、ちょっとこれまた、スクショポイントですよ。はい。会期ね、9月27日から10月6日。あ、結構長いことやってる。11時から18時。ギャラリー IYN っていうのかな、これ。イアンじゃないですよね、これ。なんて読むやろ。アインズビュー101号というところでやってらっしゃいます。で、このギャラリーのホームページを概要欄に貼っておきましたので、行かれる方はですね、そちら見てね、詳細見てから、もしね、行った時にやってなかったりね、休みでやったりしたかなので、見てみてくださいね。はい、では作品見てみましょう。おー、綺麗。あー、でもやっぱ画材変わっても、マンボースペースさんのなんかこう、なんやろ、良さって変わりませんよね。この色使いとか。いやー、綺麗やし、可愛い。ちょっとアニメイラストっぽい目っていうかね、これがまた可愛いじゃないですか。水彩色鉛筆もね、ごまかしたっておっしゃってますけど、これがすごい良くないですか、このタッチが。そう、僕水彩色鉛筆どうやって使ったらいいんかなってずっと悩んでるんですけど、こういうことだと思うんですよ。透明水彩の良さもありながら、鉛筆タッチもこう残ってるみたいな。これがいいですよね。なるほどな、ちょっとこれ参考になった。これやってみよう、今度。飛行機雲とかがあってね、これ可愛らしい。空に浮かんでるんや。マンボウなんか好きになってきたな、なんか可愛らしい。アホの魚としか思ってなかったから僕。申し訳ないけど。魅力はありますよね、なんかね。可愛らしい。ギャラリー盛況やといいですね。まだ投稿しております。オファンジプシさんからの投稿です。こんにちは。口内痛いんですよ。でもね、
峠越えてる感じするんですよ。うん、ちょっと下で舐めても痛くない感じになってきたから。まだ背中構えて自分で引きちぎった。あかんねん、そう。ちぎったら、歯が残るのよね。二日間つけたままなんて無理。確かにな。確かにそうや。抗生剤除菌中。いや、マダニってさ、ほんま怖いらしいから。下手したら死ぬレベルの。危ないらしいですからね。うわ、今まして寝たんや。熱もあるし、だから矢かけません。うわぁ、大丈夫ですか？それやっぱマダニなんかな。うわぁ、お大事にしてくださいね。今回ね、絵の具のね、お話をしてくださるみたいです。カチカチになった絵の具は乳鉢ですりつぶしてアラビアゴム化に行かので再利用できる。なるほどね。確かに。なんでカチカチになるかというと、そのアラビアゴムっていうのは溶剤なんですけど、溶剤が蒸発したりね、変質したりして、なくなって顔料だけ取り残されてる形になるから、使えないんですよね。絵の具を無駄にせず嬉しいです。なるほど。そう、ガッシュはね、もともと溶剤が少ないから、メーカーによっては、メーカーは非推奨なんですよね、出して固めることは。僕はやっちゃってますけどね。そんなん知らんかったな。見てみましょう。じちゃん。これは固まってしまった絵の具。これ全部ガッシュなんですね。ガッシュは確かに固まりやすい。でもそんな風に復活できんねや、知らんかった。結構でもこれ色あるから大変ですよね。乳鉢も染まるからさ、一回一回洗わんないし、結構大変な作業になりますよ。ちょ、頑張って、できた成果とかも送ってくださいよ、よければ。知らんかったな。お大事になさってくださいね、本当にね。早治りますように。まあ、とこましております。ポンタ35さんからのタクワです。こんにちは。事件発生、どないしたんですか？ニカワサジ行っちゃったか。そう。ミスターマリックさん、ハンドパイ大宅への感じ。ユリ・ゲラーかもしれんで。悲しいってツイッターでつぶやいたら、空の彼方からレモグラスさん降臨。降臨したか。で、なんとね、僕も同じ鉄を踏んでまして、ファジーがね、ポロっちゃったことあって、それ直した動画をね、そっか、もうあれ4年前になるのか。それをレモグラスさんが教えてくれたんや。で、相方さんがね、ハンダを使って、直してくれたということで。わー、優しい旦那さん。そうなんや。コテの熱量じゃあかんねや。ほな、よかったんですね、バーナーで。では、作品見てみましょう。そう、こうなんねんな。おさじ一本で京都市内に行きたくない。でもね、この形やからこそ使いやすいんですね、ニカワサジってね。そう、スプーンじゃダメなんですよ、やっぱり。そうしたらブログを召喚だったらあったら。おー、やってますね。そう、こういうのを使ってやるのかな。僕、熱くなって思うてね。バーナーで炙って。おー、すごい。微妙に歪んだけ、そこは見なかった。いや、それはね、しゃあないですよ。僕も歪んだもんだって。難しいですよね。でもよかった、治って。レモングラスさんもたまには役に立ちますね。ぜひ、これね、また制作頑張ってくださいね。よかった、僕も。ブログ出しといて。まだとこましております。鉄血カズさんからの投稿です。おはようございます。なんか長いプロフィールなんだ。月と桜と架空の生き物たちを愛するおばさん、にゃんこたちの下僕の鉄血カズです。長いわ！そうだ、X のプロフィールも書いたんですね。ねえ、オペオにね、天狗という敵キャラみたいなものがいるんですけど、それをね、ファンアート書いてくださいました。戦いの時だけ天狗の面をつける。なるほどね。そういう設定で、ガンサで書いてくださいました。人体も筋肉の表現も肌の表現もまだまだ。ハゼイコ君喜ぶやろな、これな。絵描きに手はないので、これからもめげずにずっと描いていきます。そうですよ、ほんまね。じゃあ作品見てみましょう。おー、なんかちょっと僕っぽくね、これ。ちょっとこれ僕っぽくね、ほら。これ僕やん、これ。僕をモデルにしたでしょ、雪月カウさん。なあ。かっこええから言うて。やかましいっちゅうね。ちょっと待って、おばちゃん来たかもしれん。梨もらいました、ラッキー。はい、何でしたっけ、どこまで言ったんでしたっけ。僕もね、でも闇の側好きなんですよ。敵キャラとか悪役とか。だからね、そういう想像力膨らませてね。ちょっとこう、木陰で休んでるじゃないですか。なんかだからちょっとありそうですよね。なんか、ただ悪いだけじゃなくって、なんか戦わざる応援から戦ってるのかもしれんし。なんかそういうとこまでね、思わせてくれるっていうか。でも技法の面で言うたらね、なんかほら、この羽のとことかさ、スパッタリング使って、こう、星空みたいにされてたり、あと、岩彩を使ってね、ちょっとなんか分離色っぽいっていうかな、塗り方がいろんな色使って。これがまた綺麗なのとね、あと、こう、肌のね、向こうの方を暗く表してるから、こう、対比が取れてるっていうのもいいですしね。いや、めちゃめちゃ頑張って描かれたの分かりますよ。お上手ですし。ありがとうございます。これぜひね、ハゼイコ君に見てもらいたい。ハゼイコ君ってね、うちのモンスターデザインやってくださってるね、
スタッフさんがいるんですけど、その子があのデザインしたんですよ。これは喜びますよ。ありがとうございます、節月カブさん。まだ投稿待ちしております。関西市ボキシさんからの投稿です。こんにちは、お疲れ様です。クーラーをつけると寒い。そうなんですよ、僕もクーラーの寒さあんまりね好きじゃないから、ゆるーくつけてね、送風口をこう下に向けといてね、当たらんようにしてやってますけど、まあね、クーラーはいるね。でも暑いから、今回ね、ドローイングの紙を新しく買ってきた。どんなやつなんやろ。ハブリアーノはもう取り扱ってなくて手に入らなかった。あ、そうなんや。ミューズのドローイングペーパーというのがあるみたいです。ペンの滑りが良くって触り心地も良くて、とても書きやすかったです。へえ、いろんなサイズがある。ドローイングってだからペン画とかもそうなんか、鉛筆画とか。約900円くらいでした。あ、そんな高くないね。じゃあね、100円いってみましょう。おお、あ、 A4 サイズ、かわいい。こんな感じで、あ、確かになんかでも線が綺麗に出てますね。細い線も、こんな細い線も綺麗に出るって、やっぱ紙滑りがええんやわ。イラストとかにもええな。じゃあね、かわいらしい。いつもこの試し書きとかがもう本気なんよね、ポキチさんの絵って。素晴らしい。こちらのね、あのスケッチブックらしいので、皆さん、これ見たことないな。70シートもあるやん。しかもめっちゃ使えるやん。でもベコベコ寄れたりせんのかな、ちょっとした彩色とかやったら。アルコールマーカーぐらいだったら大丈夫なのかな。ぜひ皆さんもね、よければ見てみてください。まだ投稿待ちしております。はい、第111回最後の投稿、花林さんからの投稿です。上手な方の絵は一見雑に見えてもラップに耐えて素晴らしいなと思います。というわけで、すごくですが、私はそれくらいラップにしないようにお願いします。そう言われるとしたくなるじゃないですか。僕の性格をまだ分かってないですね。僕、嫌やって言われて やりたくなる性格なんです。では見てみましょう。わー、すごい。こちらもちょっとでもアップしたいじゃないですか。でも花林さんの作品って、あの雑意って言うけど、それって絵のあの技術の一つなんですよ。全部が全部、例えばアップにしてもさ、あのきっちりめっちゃアップにしてる。きっちり描かれてる絵って僕ダメだと思うんですよ。なんでかというと、人間の目ってなんか見ようって思った時に絶対焦点っていうのがあるんですよ。例えばこのね、リンゴじゃない、これ梨か。あ、おっさんな、これ梨を見てる時に、梨を見てたら僕の顔ってぼやけてるんですよ。なんぼ男前でもね。なんやねん。だからこう適度にあの背景とかはあのちょっとまあ言い方あれですけど、雑っぽく描いた方が絵としてはまとまりがあるんですよね。でこの絵で言ったら、この石段がやっぱちょっとこう小高い石段上がっていってみたいなとこがポイントだと思うんで、ここはしっかり描かれてますよね。でも奥のこのアップにしてね、家とかはこの色のこの筋でね、瓦とか表したりして、あんま細かく描いてないですよね。だからバランスが整ってるんですよ。これテクニックですよ。そんな全然自分が多い面に思うことないと思うんですよね。看板の色も素敵じゃないですか、この黄色いね。これがあるのとないのと全然違うよな、それがやっぱ生えてますよね、黄色い看板。はい、というわけでアップしまくってしまいました。申し訳ございませんでした。これからもしたくなるからな、アップはね。申し訳ない。覚悟の上でね、送ってきてください。まだ投稿待ちしております。はい、というわけで第111回、皆さんどうでしたでしょうか。今回もたくさんね、送ってくださって、あとなんか、イラスト分野の方も多かった気がしますね。なんかこう、賑やかな感じで、いろんな、あの、才能に触れることができてよかったかなと。あと、やっぱりそうだけど、口々に。やっぱ暑さでね、もう、体がおかしなことになっとると。まあね、夏バテって言うけど、そんなレベルじゃないですからね、今年はね。ほんまに、生命が脅かされるレベルでね。辛いんですけどね、ほんまに。もうちょっとと言うけどもな、まだね、僕暑いと思うんですよ、言っても。騙されたらあかんと思うな、このちょっと涼しくなったぐらいで。しぶといぞ、今年の暑さは。はい、というわけで冒頭でも言いましたけども、これはどなたでも応募できる、楽しい、なんかこう、週1回の寄り合いみたいな、映画好きなもん同士の寄り合いみたいなね。絵だけじゃなくてもいいんですよ、動物とかね、食べ物とか。あの、一週間のご報告の回ですからね。道端でほら、ご近所さんと出会ったらさ、そんな長いこと話すわけじゃないけど、話してしまうときあるじゃないですか。そんな感じの場を目指してるんですよ。こう、肩肘張らずにね。こんなんあったのよ、奥さんみたいな。なので、ぜひ皆さんもね、これからも投稿を続けていただきたいし、新しくね、勇気を振り絞ってね、投稿してくださる方もお待ちしております。コメントなんかもね、たくさんいただけたら、嬉しいです。でね、バックナンバーはすべてですね、チャプターによって、個人個人のその、投稿いただいた方に一瞬で飛べるようになってますので、そのシステムも活用しながら、前ね、投稿したやつどんなやったかなとかね、見てくださる時も便利になってると思います。
それはね、ご協力してくださってる方がいらっしゃってね、その方にもいつも感謝してます。ありがとうございます。ほんまね、最近ちょっともう、いろんなことに手回らなくなってきてね、助かってますけど、無理なさらないでくださいね。もしできなかったら僕しますから。いつも本当助かってます。ありがとうございます。はい、では、ゾロ目を迎えてですね、まあ、次目標は第120回かな。まあまあ、頑張るもんじゃないけど、こうやって楽しくみんなで、掲示板続けてたらいつか迎えることやから、1000回とかもあるかもしれない、ほんまサザエさんみたいに皆さんいつもありがとうございます。では本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす、良い一日を。あ、3連休ちゃんね、楽しんでくださいね。お休みの方はお休み言うて思った。はい、お疲れ様です。またお越しやす。まあもう YouTube をね、やるようになってから5年、6年ぐらい経ってね、やっぱいろんなコラボレーションの依頼みたいなのもいっぱい来るんですよ。まあ全部断ってるんですけどね。まあ画材とかやったらわかりますよ。僕のチャンネルと相性いいから。あのさ、一番びっくりしたのが、グラサンね、サングラス紹介してくれっていうのびっくりしたわ。どう関係あの、つららんと。